皆さんこんにちは。東京構成ウィンドオーケストラコンサートマスターの田中康人です。今回11月23日東京芸術劇場で第156回定期演奏会、そして翌日24日は大阪のザ・シンフォニーホールで第6回大阪定期演奏会が開催されます。式は2019年以来2年ぶり登場のフランスのクラリネット奏者ポール・メイエによる式とクラリネット演奏をお楽しみいただきたいと思います。今回の聴きどころはベールマンのクラリネットのための軍隊協奏曲、そしてサン・サンスの交響曲第3番オルガン付き。この2曲は本当に今回のために書かれたニューアレンジで、特にそのベールマンのクラリネット協奏曲はあまり知られていない曲で、ポール・メイさんも今回初めて演奏するということで、先ほどリハーサルをやったんですけども、ポール・メイさんもこのアレンジがまるでウィンドオーケストラのオリジナル曲のようだというふうにすごく感激していました。この協奏曲ではポール・メイの素晴らしいテクニック、それから超高速タンギング、これすごいなと思ってさっきメイさんに聞いたんですけども、全部シングルタンギングでものすごい超高速タンギングが聞けます。一体舌を何枚持ってるんだと聞いたら5枚持ってると言ってましたので、ぜひ会場でこのあたりの素晴らしいテクニックをお楽しみいただきたいと思います。では皆さん会場でお会いしましょう。よろしくお願いします。